皆さんこんにちは。みのチャンネルのみのわです。ご視聴いつもありがとうございます。はい、ということでですね、ここに実は奥さんが座っているということはですね、話の内容は美容系という。はい、美容系という。そんなに詳しくもないんだけどね。は？なるほど。は？は？そんなに言うほど私やってないし。は？あれ認識がちょっと違うと。本当に全然やってないですね。はい、まあ、まあ、あの、うん、一応素の感じですよね。はい。まあ、この辺ちょっと皆さんご想像していただいて。してないで、ね、で、まあ今日はですね、女性の話じゃないですよ。あのディレクター1個がですね、ちょっと質問があるということで、ちょっとそれを受けてみたいと思うんで、私たちで答えられる範囲であればちょっと答えたいなと思うんですが、はい、どうぞ。僕も今年43になるので、ちょっといろいろこう、気になるところが多いのと、いろいろ聞きたい中でですね、皮膚のシミ取りレーザーをやってみたいと思ってるんですけど、なんかいろいろ聞くと病院によって全然違うよとか、値段も本当に高いところから安いところがあるんで、正直どこを選んでいるか分かんないっていう、ちょっとそこら辺のアドバイスをいただきたいなと思っています。はい、教えてください。実体験があるじゃあ私から。実体験あるんですか。あ、もちろんもちろんもちろん。そうなんですね。シミはですね、やっぱり50を超えたら出てきます。もうどなたも出てきます。で、私がやっぱりシミ取りレーザーっていうのをやった理由としてはですね、よく70、80の年になって、漫画のよくほらおじいちゃんの描くと必ずでかいシミこうやって、まあ、政治家の方とかほら、あ、ありますね、はい、すごいシミの顔のしてるじゃん、はい、あれになりたくなくて、だからシミ少し取っとこうかなって。実を言うと目立つシミも1センチぐらいの大きさの目立つシミ、もう本当にちっちゃいんじゃなくて、が私、まあ、60超えてきちゃったんで、それが見えてきたわけですよ。じゃあやっぱり取らなきゃいけないなと思ってレーザーを、当ててみました。で、今あの3カ所ぐらいのクリニックこれ経験あるかな、レーザーは実を言うと、うん、で、やっぱり値段クオリティ違いますよ。あ、それ値段が高い方がいいっていうこと。SBI メディックっていうところ行ってて、はいはい、そこは会員制の人間ドックをやってもらってるところ、はい、で、会員制だからちょっと風邪ひいたなでもすぐ会員を優先して見てくれるところに、なんと皮膚科が併設されてて、シミの相談も乗ってくれちゃったりするわけ。じゃあそこにレーザーもあるのよ、機械が。だからじゃあちょっとこれ取っときましょうか、うん、なんて言ってやってくれたりするので、はい、今としてはすごい、もうパッと出たらパッとできるんですごい楽なんだけど、その SBI クリニック行く前は違う会員制の人間ドック行ってたので、はい、皮膚科がなくてレーザークリニック、レーザー当てられなかったの。その時は自分で検索して探して、じゃあレーザー取りに行こうって言って違うところのクリニックに行ってたわけですよ。で、それは、まあ、こういう綺麗なサロンがあるような、皮膚科も行ったことあれば、もう並びで順番呼ばれるまで、ね、こう待ってそれで行くようなところもあれば、それで値段が違うということなのね。で、やっぱりちょっと高級なところは機械も良かったり新しかったり、ものすごく時間をかけて見てくれて丁寧でやってくれる。安いところはちょっと一つ前の機械があって、流れ形式でやるところっていうの差があるので、そこはやっぱりホームページ見たり口コミサイト見たりして選べばいいんじゃないかなと思います。あ、でもすごい参考になりました。なんかやっぱ安くて、まあ、安い方が僕としてはいいんですけど、安かろう悪かろうなってしまう可能性が高いです。もう危険性はある。でもちっちゃい若い40代のシミって、1ミリ2ミリの大きさのシミを取るんだったら、これ安いとこでもいいんじゃないかなと。どう思うんだけど、もう完全にあの日焼けシミがちっちゃいのがあるっていうんだったら、はい、安いレーザーでも取れると思うんですけど、でもやっぱり下手くそなところとか安いからって結構あのちゃちゃってやられちゃうと、逆にそれがシミになって後からドッと出てきちゃうので、それがあの二度手間。そう、私が今取ってもらってるシミがそれで、肝斑って女性特有のシミがあるんですけど、肝斑だと思ってて、で肝斑を取りに
行ってたんですよ。でそこの先生もこれは肝斑だねっていうことで診察されてやってたんだけど、まあ、取ってもまた結局戻ってきちゃうしっていう、でまた出てきちゃうから取ってって繰り返してたんですけど、まあ、肝斑ってそういうものだし、で、まあ、ある年齢になればもう出なくなるっていうので、もうこれは諦めた方がいいのかなと思ってたら、今行ってるクリニックの先生が、いやこれ僕は肝斑じゃないと思うって言って、でちょっと僕に任せてって言われてお任せしたら、やっぱりこう下からこう今メラニンをこう上げるレーザーを出て上に浮かせてそれを取るっていう作業をしてるんですけど、やっぱり昔やったそのレーザーの副作用っていうか、下手くそで下手くそレーザーの蓄積だった、で下手くそ沈着を起こしてるから、ほら浮いてきた上がってきたでしょって言って、で肝斑ってレーザーで今新しいレーザーだと取れるレーザーもあるんですけど、ほぼほぼレーザー当てちゃいけないっていうシミだったんだけど、もうなんかね浮いてきて、そのやっぱ取れ方とかで、肝斑って左右対称に出るって言われるのが全然非対称になってきて、これは肝斑じゃなかったっていうのがやっと判明して、だから今まで行ったクリニックのお金とか、そのね時間とか回数とかが全部無駄で、でやっぱりちゃんと今行ってるクリニックね、ちょっと高いんですけど、でもやっぱりちゃんとした先生にちゃんとした機械でちゃんと見てもらわないと怖いなっていうのをすごく思いました、うん、はい、まあそんな感じですね。すごい勉強になります、はい、ちょっとそこはあれですね、お金ちょっと使った方がいいですね。まあいいと思うよ、顔だから、そうそう、体とかね、うん、顔とかはで、小さいシミは全体のレーザーなんていうんだっけ、全体やってるやつ、IPL とかあるね、とかなんかいろいろなんですけど、その小さいのをショットを打つんじゃなくて大きく当ててちょっと美白にしていく、シミも軽いのだったら取れるっていうやつは安いし、フォトレーザーとかね、フォト、うん、後遺症がない、後遺症がないというか2、3日全然色変わあんまり変わんない、はい、でも1個1センチぐらいのシミを取るって言ったらもう2週間ぐらいそこがもっと濃いシミになって、かさぶたが取れるまでずっといるからね、そこに。ああ、そういうことですね。そうだから、どっちをやるかも最初に考えないと。事前に皆さんご相談はい、いやそんな俺勝手にしても見てる人がなんどうだったんだろうってこうなっちゃうじゃん今相談してもらわないとね、本当はね、はい、SBI、はい、SBI できないんだよね、会員なんだよね、そうね、まだでも他にいっぱいある、ちゃんとうまいところもレーザーいっぱいあるんで、はい、こちらが美容外科かかる、はい、CM やってるのも聞いたことがある、はいはいはい、で美容外科みたいな、はい、美容外科の先生の全然美容外科みたいな練習発表を YouTube で、ね、してるしていいんですけど、すごいねCM やってるのどうなんですか。もうね、その症状とかにもよると思うんですけど、なんか私は昔ちょっと通ってましたが、なんかやっぱり、あ、そうですか、うん、やっぱ安かろう、うん、っていう感じでした。ちょっと本当にちょっと教えてほしいです、今度はどこ行けばいいか、はい、ということでですね、ちょっと長くなっちゃってこの話はですね今後ですね YouTube もう一回上げるときはですね、1個のレーザー後の写真も出してフォアアフターを出してですね、これで皆さんに発表して見ていただくっていう、これ面白い企画があったらな、いいなと思うんですけどね、はい、ということで、ちょっと今質問、シミ取りの話だけだったんですが、もしもですね、他の美容に関してですね、ご質問等ある方はですね、コメント欄に入れていただくとですね、もしかして私たちの経験でお話ができるかもしれませんので、ぜひ入れてみてください。はい、またご視聴よろしくお願いします。ありがとうございます。